こんばんは、財布田心です。今回はですね、インスタグラムに来た質問、はい、実は返す返すと言いつつもう1ヶ月経っちゃいました。ただいろいろ編集作業やなんやかんやモデル業や忙しくて言い訳です。なんでちょっといくつか抜粋して先に YouTube でお答えしたいと思います。まあね、何個お答えれるかわかんないんですが、ちょっとこのゴルフ場にね向かう間の車でやっちゃいます。1つ目、ドライバーアイアンどのくらい飛びますか。基準がわからないんですが、私全然飛ばなくて、身長も関係あるのかな。私150センチしかないんです。私はですね、だいたいキャリーとランで結構違うんですけど、ドライバーは多分キャリーで200いかないぐらいかな、まあ、190が200ぐらいだと思います。それでアイアンはですね、何がいいんだろう、9番とかがいいのかな。9番は115、全部でキャリーとラン入れて115とかですかね。キャリーだけだと105とかそんなもんかなと思います。身長はまあでもリーチの長さは関係あるとは言われますね。やっぱ手の長さ長い方がスイングアークが大きくなるから飛ぶみたいな、あると思います。はい、身長もちょっと関係あるのかな。でも私はだいたいそれぐらいの飛距離です。次行きます。インスタ楽しく拝見しています。ところで心さんはシャンクはしますか。僕はラウンドで 2,3 回はやるので直したいんですが、どうしたらいいでしょうか。シャンクはするときはします。特にアイアン、ウェッジ、しますね。クラブが短いほど、なんていうんですかね、手元が出るというか、こう当てに行くとか打ちに行っちゃったりするんで、その分ピシャッて、まあシャンクは出た時は前向きに、ああ自分上手くなってるんだなとか考えて私はラウンドしてますね。なんかもうネガティブになったりとか、こうああみたいな、嫌だなって思ってるともう連続で出ちゃうんで、忘れようとか見なかったことにしようとかよくやってます。次行きます。はい、質問コーナーありがとうございます。聞きたいことたくさんあります。一つ挙げると、心ちゃんのスイング、トップからダウンの間が独特と思っています。それはプロから教わったことなのか、9年間の中で試行錯誤の中でたどり着いたことなのか知りたいです。はい、トップからダウンの多分このグンって下がるとこかな、よく言われるけど、こうグンって力入ってギュンっていくから、なんだろうね、私はでもゴルフを始めた時からこのなんか下に降りるというか、その切り返しの独特さはありましたね。なんで習ったからではないと思います、この切り返しとか、このトップからの下ろす感じは。はい、これね、まあだからタイミング合わないととんでもないボールが出ちゃったりとかもしますね。次行きます。インプレスのドライバーのシャフトは R ですか。レディーズだと私には少し頼りなくて。ほうほう、私はですね、実はレディーズもレディース R もメンズ R も持ってまして、
最近はレディース R でやってます。ちなみにドライバーも冬場は割と柔らかめを使ってます。クラブは私は割とこうハードだと結構こう体を壊しちゃうというか頑張りすぎちゃうので、少し今柔らかめ、まあアンダースペックって言われるんですけどね、でもそれぐらいが自分は合ってるかなと思ってます。次いきます。いつも投稿楽しみにしています。スイングがとても綺麗で憧れます。下半身を左右に動かさないように意識しているのですが、やはり動いてしまいます。右足を軸に、あれ？どこ行った？右足を軸に意識するのがいい。どのような点を注意したらいいでしょう。下半身を左右に動かさない。でも人間って動かさないとこうと思えば思うほど、なんて言ったら固まってくる気がしていて、まあスウェーにならない程度に体はうまく使えた方がいいとは思います。私も結構動かないとこうとか、ここで回転しようとか思えば思うほど右足に体重が残りすぎて、最後なんかイム掘っちゃったみたいになっちゃうんで、しっかり左に乗ってく、蹴り上げて、なんか捻転差を作って右に行った時に、はしっかりこの股関節に、右の股関節に乗ってフォロースルーでは頭を残しながら左に乗っていく、まあ、こういうもう斜めの動きだから、動かないとこうってやってると逆にちっちゃくなってダメな気がしますね。なんで軸は大事なんですけど、その左右に動かないようにしようとやりすぎることもどうかなと思います。合ってるかな、答えちょっと違ったらすいません。次いきます。日焼け対策はどのようにされていますか。練習やラウンドも大好きで可愛いウェアも着たいんですが、いつも日焼け対策重視となってしまいます。おすすめの日焼け止めなどはありますか。はい、見ての通り私は薄化粧でフェイスカバーです。なぜなら肌が荒れるからです。まああとまあこういう何ですか、アンダーウェア着て薄化粧にフェイスカバーして、傘さしてサングラスつけてレギンス履いて、私ももうよく分かりません。だけどそれでもウェアは可愛く着れると思います、うん、おすすめの日焼け止めか、なんだろうな、まあ、結構いろいろ試してるんですけど、結構顔とボディは変えた方がいいかなと思います。私は本当にいろんなの使ってて、そうですね、まあ、雪肌精の日焼け止めとかも使ってますし、あとコーセーのエスプリーク、確かエスプリークのスプレーのね、ひんやりスプレーのファンデーション代わりみたいな、スプレーとファンデーションみたいな、スプレーから出てくるファンデーションかな、それとかね、ひんやりしててね、いいと思います。あと顔だったら日焼け止めもいいんですけど、クッションファンデとか、まあこう厚塗りっぽくなるけど焼けたくないんだったらファンデーションをそういうのにするのもありかなと思います。続きまして、いつも投稿楽しみに見ています。アルバの連載も各週見逃さず見ています。質問なのですが、私はまだゴルフ始めて4ヶ月弱です。
心さんのように長く楽しくゴルフを続けていくことは何ですか？ゴルフをちょっとずれてきたね。ゴルフを長く楽しく続けるコツは、とにかく一緒に行く人、まあ、メンバーがまず大事ですよね。こう長い間一緒にいるので、まあこう楽しい人と一緒にいたい人と、いろんなこう仕事関係の人でも何でもいいんですけど、一緒に行くメンバーはまず長く続けていく上で大事かなと思います。あとはなんですかね、めげないことですかね。楽しくするためにゴルフって、私も最初そうだったんですけど、うまくいかなかったりすると結構ああもう嫌になっちゃうみたいな気分になっちゃうので、そんな時でもなんか一打でもいいショットがあったら、あこれがあるからゴルフやめらんないよねじゃないけど楽しいよねってなることが大事かな。スコアもねもちろん大事だし、ドライバーが飛ぶことも大事だけど、そんなにうまくいかないスポーツなので、一日一打でもいいことがあったらそれを糧に頑張るとか、あとウェア楽しむとか、ゴルフウェアを楽しむ、まあ、プレーを楽しむ、仲間を楽しむってなってきた時に、旅行でゴルフ旅行に行ったりとか、まあ、国内も海外もありますし、ゴルフって本当にずっと楽しめるスポーツでも、やっぱり一番メンバーかな、一緒にやるメンバーに恵まれたらずっと楽しく売れるかなと私なりには思います。あと何がいいかね。お、すごい人がいる。リンゴルフを60インチのテレビで下見って60インチのテレビで見ている、イメトレしています。さてパターは何インチのお使いですか？あ、私の長さですか？34。オデッセイの34ですかね。暗いですか？でもあんまり前だとあれなんで、ちょっと暗めで喋っててすみません。あ、こうどうこう。あ、これの方が明るいんじゃない？今気づいた。もうちょっと答えますね。スイングの指導はどこを意識していますか？スイングは、今意識してるのは、今日やったのは、もうトップの人も関係ない。体のこう下半身の使い方を今意識してて、こうしっかり乗り切ったら頭を残しながら左に体重乗せること、こうなりがちなんだね。左に頭を残す、こう大事なのは頭を残す、残してても上がってるから、残したままだとこうなっちゃうから、残して左に乗っていく、そうすると腰が回る。次いきます。プロと回ることも多いと思いますが、アマチュアとの違いは何だと思いますか？もう何もかも違いますけど、そうですね、やっぱ考え方、ゴルフの考え方とか もちろん違うし、でも一番はやっぱプロもミスするけど、ミスした次のショットがすごい。ミスした次のショットとそのアプローチとそのパターでパーとかバーディーとか取ってくるんで、もう私はやっぱり連続してポコポコポコってミスして引っ張られていってって気づいたら、ああこんなスコアだったみたいな、よくあるんですけど、
本当プロはたとえねプラーマ戦では GPM 打てても本番になってテレビつけたら超ナイスショットばっか打ってるとか調整してきますよね。何もかも違うけど本当にすごいなって思うのはやっぱカバー力、カバーっていうのかな、リカバー能力がプロは違うなと思います。じゃあ最後、ボールを打つ以外にスコアアップのためにしていること、目的や目指している姿など合わせてお聞かせください。ラウンド中サプリを飲む、ヘッドスピードを上げるための努力、筋力強化をジムで。いや特にないですね、まあ、夏とかはそういう例えば足が疲れないようにアミノバイタルとか、まあ、ムサシとか飲んだりしますけど、ヘッドスピードを上げるためにはまあでも体幹を、まあ、でも鍛えてないな、そんなに体幹トレーニング大事だなとは思ってますけども、もともとクラブを振るっていう力はあったんで、それをいかにこう体の軸とか中心で打てるようにするかみたいなのは考えますが、それをするためになんかこうめっちゃこう筋トレするとかそういうのはないですね今は。どっちかというとこう、まあ、いかに今の体の中で最大のパワーを出すかみたいなことを考えてますね。スコアアップのためにあとしてることなんだろう、まあ、怖がらずにいろんなことを改善してみるとかはやりますね。ああじゃないこうじゃない、ああとこうだ、ああ分かった、全然分かってない、でもめげずにまた変えてみる、でああ違う初心に帰ろうみたいな感じで、とにかくいろんな、まあ、悩むのもあんま良くないって言うんですけど、冬場は悩んで改善してますかね私はね。まあしゃがんだ分ジャンプできるみたいな気持ちですけど頑張ります。以上、インスタの質問に何個答えたかな、何個答えたか分かんないけどいくつか答えてみました。インスタで必ず返すのでもうちょっと待ってください、もうちょっと待ってくださいね、頑張って文章で返すんで。以上、さよさん心です、違う、さよさん心でした、バイバーイ。